抑えよう抑えようですね。相手は来る瞬間に来る瞬間来る瞬間あるいはフッターした時も体の軸で来る蹴りも大事なこの重心の軸で打てるっていうのだから小さいとこうぶつかる相手のこの手の下うまくよしよしYeah!